コペーストの作り方。材料はエリンギ、うなしめじ、片栗粉、水、マヨネーズ、塩。これらをミキサーにかけ、蓋をせずレンジで3分加熱するだけで栄養とうまみがいっぱい。キノコペーストの出来上がり。キノコで菌活。僕と寒田イムスです。人生の前を気をつけていきましょう。ストップながらドライビング。交通事故をゼロにするための危険運転撲滅プロジェクト、ストップながらドライビングプロジェクト。三井住友銀行カードローンはカードレスが選べちゃいます。ローンご利用は貸付条件をご確認の上計画的に。4時です。石原秀夫です。どうぞよろしくお願いします。今インターネットの接続が この後できなくなるらしくて、来月の21日になるまでインターネットが使えないらしいんですね。今までのソフトバンクの光回線が使えなくなって、僕は au とかソニーとかのソーネットとか光になるんですけども、それで来月の21日までインターネットが使えないっていうことになるらしくて、どうなるのかちょっとね、わからないとかね。今日本当は山田真理優さんのね、イベントとかあるかなと思ったんですけどね、山田優さん来月の23日にやるとか言ってて、で なんかね金髪にしたのにね、金髪が見れないのかなとかいう感じで、それはちょっと残念だなとかいう感じなんですね。山田優さんとかね、金髪にしたらしくてね、7月23日だと思ってたらね、8月23日とかいうことになってね、それ会いに行きたかったんですけどね、行けないんですね。来月の23日になるまで、でその時まで覚えてるかどうかもわからないし、本当にねどうなるのかなっていう感じでね、で今でもね毎日のようにねテレビで映画とか
ダーティーハリーとかね、ポセイドンとかね、コラテラルダメージとかね、ターミネーター、ジェネシスとかね、毎日のようにね、来るんですね。そんなに来て、生きていけるのっていう感じなんですけども。白井健三っていうね、あの歌手、体操の選手がいたんですけど、白井健三さんがなんかね、白井とかいう技をね、決めてたらしいんですけどね。で、内村航平さんとかもあのオリンピックに出たんだけど、なんか鉄棒で落ちたらしいんですね。で、白井健三の白井とかいうあの技があるらしくて、それが石原英雄のスバルなんじゃないかなとかいう感じなんですけどね。エアロスミスさん、リビング・エッジ、スバルとか、ドードド、ファファミミミミ、ララソ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 、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、美しい世界を一緒に見ようぜ、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、美しい世界を一緒に見ようぜ、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、おーいえー、ね、愛する天使よ、今ここ来てくれ、いつまでもどこまでも、いつまでもずっとどこまでも、ワンダフルワールド、ビューティフルワールド、 I want you, I need you, forever, wherever, hiphopmusic.com、 ヒデオ石原。で、21日まであの使えないってなると、更新もアップデートもできないし、どうなるのかなっていう感じがして、で、残ってるのかどうかもわからないし、でもテレビでは毎日のようにあの放送が来るんですよ。でね、なんかね、テレビ、フジテレビとかでね、27時間テレビとか今やってるらしくて、27時間テレビとか やってるらしいんですね。
本当にね、ソニーになるらしいんだけど、ソニーね、本当にあるのかね、どうかね、あってほしいなって思ってるんだけど、本当なのか騙してるのかわからないっていう感じで。安全運転だと保険料が最大 30% 戻ってくるプランがあるんだって。そう、本当です。契約するときは新規ネット割引とかも合わせると1万4000円割引。嘘そうだよ。1万4000円割引。嘘だって、そんな嘘だよ。嘘だって。嘘かな。本当よ。安心をもっと安く、ソニーさんも。もしものときは安心の自己対応。ソニーだってね、何度もね言ってるけどね、25とか言う人も結構いるらしくて、でもどうでもね、ソニーのね CM が必ず来るんですよね。それでね、じゃあソニーなのかなっていう感じがするんだけど、でちょっとね、ホラーでね、一発ね、なんかね、映画とかね、作ろうかなとかね、映画作成ソフトとか作って、それでね、10時間とかのね、新しいニューシネマとかをね、作ろうかなとか、思ってるんですね。私、二人の子を持つパパ、次郎と申します。最近家族のために鈴木のスペーシアを選びました。まだ心寝ちゃったか。ちょっと遠出したしな。室内も広くて気持ちいいしなんて。今のこの夏の暑さ、本当に大きくなったよな。これ普通じゃないですよ、とかいう感じで。私起きてるよ。パパの独り言聞いてないから大丈夫。聞いてないこれ。スペーシア確かに広いかもね。カートニー・コバーンさんとかね、あの尾崎豊さんとかね、ザードさんとかね、結構遺産とかねあるんだけど、みんな早く死んじゃって、そこまでの遺産がいっぱい残っているというわけではないとかいう感じで、でね、それがないとね、いつかね、生きて帰ってこれないっていう感じなんですね。今でも志村けんさんとかね、生きてるかのようにね、出てくるんですけどね、オードリー・ヘプバーンさんとか、出てくるんですけど、東京 FM キーステーションに全国38局ネットでお送りしている「ももいろクローバー Z」の鈴木ハッピークローバー特典。カートニー・コバーンさんとか。
尾崎豊さんとかの映像とか動画、それがないと死んでしまった時にもう、ね、誰もわからないとか、でも私全員だったんですよ。私全員だし、オリンピックにも出たし、東京ドームでライブもしたし、平塚 OSC とかでライブもしたんですよ。だけどそれが出てこないと私が生きてた証っていうのは出てこないんですね。冗談じゃないんですよ、この話は、ね、本当の話なんですね。昔はね、小金町とかね、行ってね、神奈川県とか東京とか関東のね、人みんなのね、神になるぐらいね、広めてたんですけど、パラダイスが日本の横浜にあるっていうことだけどね、最近はね、もうなんかね、最近なんか近所のね、クラブとか見てね、結構可愛い子とかね、いるらしくてね、お金があればね、簡単に欲しいと思うかなとかいうような感じなんだけど、でもね、お金がないとか、クレジットカードが使えないとか、クレジットカードがね、番号がわかんないんですよ、これ。三井住友クレジットカードなんですけど、番号がわからないんですね。クレジットカードの番号がわからないために使えないんですよ。買えないんですよね。で、キャバクラとかにも行ってどうなんか使えるのかなとかね、アベイルとかでね、洋服を買ったりはできるんですけどとかいう感じで、
二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で、キシンベッドの上で優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように、過ぎる二人の愛には触れられぬ秘密がある。 I love you。 今の暮らしの中ではたどり着けない、一つに重なり生きていくという夢見て傷つくだけの二人だよ。何度も愛してるって聞くお前は、この愛なしでは生きてさえいけないと、キシムベッドの上で優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように。I love you とか歌ってるんですけど、だけどあのね、他にもね、なんかね、愛は勝つとかね、千の風になってとかね、あの君といつまでもとかね、
もうあと色々歌ってるんですよね。あのエンドレスレインとかね。ちょっと安いとか安いのかなとか、ピアノがね高くね売れたりとかね。カラオケを CD にするとかね、 M オーディオとかなのかなとかいう感じで、あとね東京ドームとかね、あのスバル歌ってるんですよね。東京ドームとかでスバルとか歌ってるらしくて、東京ドームとか、あと平塚 OSC とか、平塚 OSC とか土屋太鳳さんと一緒になんかね、あとベッキーさんとかと一緒にね歌ってるらしいんですよね。でもそれがないと、あとオリンピックとかにも出場、東京オリンピックのね秋篠宮様とかのね閉会式へ2時間8分くらいのねライブ、これ結構ね高くね売れるんじゃないのとかねいうぐらいだったんですけどね。でも白井健三とか出てきたら多分もう間違いなく成功するでしょうとかいう感じなんですけど、それには金もね必要だしね、バックトゥザフューチャーとかね、あのねインディアナジョーンズとかね、ハリソン・フォードさんとかね、かなりね、頑張ってくれたとかね、ハリソン・フォードさんはね、本当のね、スターだったとかね。で今、トム・クルーズさんのミッション・インポッシブル、最新作がやってるらしくて、ミッションインポッシブル、あの面白そうですよ、すごいですよ。トム・クルーズさんのミッション・インポッシブルで、インディアナ・ジョーンズがね
あの見に行ったんですけどね、すごいすごかった。80歳なのにすごかったとかいう感じでしたけどね。80歳でもここまでできるのかっていうような感じでしたけども、トム・クルーズさんのミッション・インポッシブルが、行われて、三井のね、あのね、スバルがね、あの平塚 OSC とかでね、やったんですけど、それでちょっとダンスみたいなのも入ってるんですけど、そこでね映画が見れるんですけどね、映画がすごいんですよ。映画がすごくてね、で、あのピアノを弾いてるらしくて、ピアノをヤマダ電機で32回弾いたらしくて、ピアノをね32回弾いてる映像にも映ってるらしくて、最初にね「Joy to the World」とかのね音楽を入れるとね、あのノイズが消えてね、あの良くなるんですね。あの「Joy to the World」とかを入れると、あのね変わるんですよ。本当はマイケル・ジョーダンだったらしいですけど、昔長野で朝から晩まで立ってたらしいとか、長野で朝から晩まで立ってたらしくて、マイケル・ジョーダンとかアイバーソンとかだったらしいですけれども、5年連続得点王とかなって、エメリアンコ・キョードルとかイスズとか、行って、覚醒剤もやってなかったし、なんかスリーポイントでねブロックショット来てるところブザービーター決めたりとかねしてたらしくてね、それとか品川のねイエス・キリスト教会とかでね、なんかアウトサイドをね菊池百合子さんの前でね何発も連続して決めたりとかね、古川君とかとワンオンワンやってね、古川君にアウトサイドショットだけでね勝ったりとかね、あそこら辺にいる人ねみんなねうまいんですよ。でもねその人たち全員にねワンオンワンで勝ってるんですね。で、
100万もらってたんですよ。100万円もらってたんですよ。あの宇多田ヒカルさんとかも歌ってたんですけど、あの宇多田ヒカルさんとかね、あの鬼塚千尋さんとかね、あの歌ってたんですけど、100万もらってたんですよ。キャバクラって最近ね、あのね、すごくね、いいところだったんだとかね、思いってきてるんですね。自然だったら良かったんじゃないのかなとかね。でもなんか、オバマ大統領のこととかね、普通に結構言ってたね。なあとか、ジョージ・ブッシュ大統領の時なんかほぼ毎日なんかスパイダーマンみたいな感じだったのかなとかいう感じなんですけども、thank you.
中1の娘はこの曲を知っていて完コピで踊れますよとバンクーさんからもリクエスト。荻野目洋子さんでダンシングヒーロー Eat You Up。アンジェラ・アキさんとかね、あのね、曲のタイトルとか言うと、レインとかね、確かにとかね、アゲインとかね、ミュージックとかね、あの、始まりのバラードとかね、あの、孤独のかけらとかね、ディスラブとかね、手紙背景15の君へとかね、宇多田ヒカルさんの曲はね、ディスタンスとかね、ファーストラブとかね、オートマティックとかね、あのタイムウィルテルとかね、あのリスク、ウェイト&シーとかね、花束を君にとかね、桜ドロップスとかね、あなたとかね、宇多田ヒカルさんがね、作ってるんですね。それ結構ね、あのすごい歌えちゃうんですよ、カラオケ屋さんとかで。それがね、すごい感じなんですね。でも30億持ってるとか10兆円持ってるとか、あのお金とかもね、すごい入ってきてるらしいですけども、ハードディスクの容量もね、6 days とか、昔9曲しかなかったんですけど、今6 days とかの遺産があるんですよ。それって すごいことだと思わないかなとか思うんですけども、東京ドームでもね、何十回ライブしたかっていうぐらいライブしててね、まだ可能性としてはね、ビリー・ジョエルさんとかね、タイラー・スウィフトさんとかね、来年来るらしいとか、来年って言ったら相当先なんじゃないのっていう感じですけども、あのね、タイラー・スウィフトさんとかね、ビリー・ジョエルさんとかね、来るっていうんですね。ビリー・ジョエルさんとかって、ビリー・ジョエルさんとかタイラー・スウィフトさんとか、ものすごいチケット売れるだろうなっていう感じですけども。でも石原秀夫
ヤマダ電機でピアノマンのね、ただなんですよ。鏡があればね、東京ドームにもね、1000円で行けたんですよ。だけどね、それなんかね、鏡がなくなっちゃったとかいう感じでね、今はあるのかないのかとかね、平瀬ゆきさんの時に復活するのかとかね、ビリー・ジョエルさんの時には復活するのかとかね、そういう感じなんですけどね。昔石原秀夫日産だったっていうことはね、100万もらってたとかね、いうことからね、わかるんですよね。で、なんかね、今からエアロスミスさんのアルマゲドンミスラシンを歌います。I just wanna hold you close.
has brought to mind. In the story of this moment, for the ghost of time. Yeah, yeah, yeah. Don't close my eyes. Don't wanna fall asleep, cause I miss you there. And I don't wanna miss you there. Cause you never dream of you. The sweetest melody I still miss you there. And I don't wanna miss you there. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, cause I miss you there. And I don't wanna miss you there. Cause you never dream of you. The sweetest melody I still miss you there. And I don't wanna miss you there. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. I don't wanna miss you there. I don't wanna miss you there. マーティ、どこだ？今から私が発明したタイムマシンによって、1985年の10月21日まで、正確には1985年の10月21日までタイムスリップしてもらう。ジョージ・ドロレインに会いにだ。なんだと、私の発明したタイムマシンが間違いだったっていうのか。そんな聞いてないぞ、知らんぞ。マーティ、今から君の頭の中を覗き込む。1.2 次時変わったぞ。1.2 次時変わったぞ。そんな聞いてないぞ、知らんぞ。マーティ、ドーク、ジョージ、ロレイン。僕は死にません。僕は死にません。あなたのことが好きだから、僕は死にません。元気ですか？元気があれば何でもできる。男の中のところ出てこいやー。1、2、3、だー。どちらかが反対車線にはみ出したとみて事故の原因を調べています。